まあ、プレーオフ進出はかなり厳しいだろうなと思っていたところ、まあ、この終盤戦に来てのチームの好調ですから、ひょっとしたらもしかしたらマリナーズプレーオフ行っちゃうんじゃないかと個人的に非常に期待しているところですね。まあこうなりますよね。 MLB のレギュラーシーズン今日で全日程が終了し、残念ながらマリナーズは19年連続でポストシーズンを逃すという結果となってしまいました。まあ3週間前の動画でもお伝えした通り、かなり惜しいところまで行きまして、あの後アストロズとのゲーム差 1.5 まで縮まることもあったんですが、ただその後の日程がやはり強豪チームとの試合が続きましたし、まあ、アストロズもそこまで調子が良かったわけではないんですが、マリナーズも勝ちきれず、アストロズとのゲーム差は結局縮まらず、最後直接対決も勝ち越しはしたんですが、残念ながらマリナーズのプレーオフ進出とはなりませんでした。もちろん今年は再建の1年であることは理解していましたし、またトレードデッドラインでは売り手側に回りましたので、そもそもプレーオフを目指すような状態ではなかったというのは分かってはいたんですが、ただ一度期待してしまうと、やはりその分多少なりとも落差を感じてしまうものですね。プレーオフ惜しいところで逃してしまったのは本当に残念でしかないですね。そして冒頭でも触れましたが、マリナーズこれで19年連続でプレーオフを逃したということになるんですね。最後にプレーオフに出場したのは2001年イチロー選手がデビューした年ですので、まあそれだけでもかなり前だということが伝わるんじゃないのかなと思います。実際マリナーズは MLB に限らず北米4大スポーツ NFL、NBA、そして NHL を含めても現時点で最も長い期間プレーオフから遠ざかっているチームとなっていますし、チームの低迷が非常に長い間続いていることがここからもわかるかと思います。ただ MLB の中には一応マリナーズ以外にもそれなりの期間プレーオフから遠ざかっているチームはいまして、マイアミマーリンズは2003年から、サンディエゴパドレスは2006年、そしてシカゴホワイトソックスは2008年からプレーオフから遠ざかっている状況でしたので、マリナーズだけではないということが唯一の救いだったんですが、それが今年プレーオフの枠が拡大されて、マーリンズ、パドレス、そしてホワイトソックスの3チームは全て今年プレーオフ進出を決めましたね。まあはい、完全に先を越されてしまいましたね。パドレスとホワイトソックスについては明確に勝負をかけに行っていましたので、その努力が実を結んで良かったなと思う反面、マーリンズはまだまだ再建期が続くだろうと考えていたんですが、今年まさかのプレーオフ進出ということで、これはちょっと予想できませんでしたね。マーリンズは開幕直後にクラスターが発生するなど非常に多くの困難に直面したチームだと思いますけれども、そのチームが困難を乗り越えて今こうしてプレーオフに駒を進めたというのは素直に素晴らしいことだと思いますね。ただ今回マーリンズ、パドレス、そしてホワイトソックスがプレーオフに進出したということで、マリナーズは2010年代以降 MLB の中で唯一ポストシーズンに進出していないチームとなってしまったんですね。なんか降格と深刻度がかなり増すような感じがするんですが、実際に深刻なのでまあそれはしょうがないとして、まあマリナーズに次いで現在プレーオフから遠ざかっている期間が長いチームは2011年が最後のフィリーズですから、それだけでもマリナーズとは10年の差があるわけですよね。ちょっとそろそろなんとかしてほしいなというところが率直な感想ですね。ただプレーオフに進めなかったとはいえ、今年は非常に若手の成長を感じる年ではありましたね。前回新人王候補を紹介する動画でも取り上げましたが、カイル・ルイスは新人王筆頭候補として挙げられるぐらいの活躍を今年見せましたし、また先発ではジャスタス・シェフィールドが安心して先発ローテーションを任せられる存在に成長したのは個人的には非常に嬉しかったですね。去年のシェフィールドは本当に5回を投げ切るのも精一杯というピッチャーでしたが、それが今年6回7回フォアボールもあまり出さずに投げ切ることができるようになってきましたので、本当に登板を追うごとに彼は成長していったなという印象ですね。来年はぜひエースのマルコ・ゴンザレスに次ぐ2番手として今年のようなピッチングをフルシーズン、あるいは今年以上のピッチングをフルシーズンでぜひ見せてほしいなと思います。そして若手の成長といえば忘れてはいけないのはやはりディラン・ムーアでしょうね。去年の前半戦全くメジャーリーガーとは思えないようなバッティングをしていた選手が後半戦に少し打撃を上げて、そして今年一気に打撃が大ブレイクしましたね。まあ、最終的に打率は2割5分台に落ちてしまいましたが、特にパワー面で大きく飛躍したなという印象ですね。ムーアは様々なポジションを守れるという大きな特徴を持っている選手ですので、来年も今年のようなバッティングができれば本当にレギュラーの選手として活躍していけるんじゃないのかなと個人的には考えています。このように若手選手の成長を非常に感じましたし、チームとしての力も特に終盤戦かなり伸びたんじゃないのかなと個人的には考えていますので、来年のマリナーズかなり期待できるんじゃないのかなと思っています。そしてフロントも目先の一勝にとらわれず、当初のプランに沿って忠実に行動していたなという印象がありますね。トレードデッドラインの時点ではまだまだポストシーズンの可能性も十分にあるような立ち位置でしたが、契約が今季限りのタイワン・ウォーカーをブルージェイズでトレードしたり、またオースティン・ノラを絡めた大型トレードもパドレスと成立させましたね。この結果、テイラー・トラメル、タイ・フランス、そしてルイス・トレンスなど若くて期待できる選手を数多く獲得してチーム力を強化することができましたよね。また9月中旬、いよいよプレーオフが射程圏内というところまで来た時に、
リナーズの番記者たちはトッププロスペクトのジェレッド・ケレニックやローガン・ギルバートを昇格させた方がいいんじゃないかと提案するような記事も書いていましたが、ディボット GM はこういったトッププロスペクトの選手たちを焦って昇格させることはしませんでしたね。あくまでチームとして目指しているものは長期間コンテンダーとして戦い、そして最終的には頂点を狙えるようなチーム作りですので、ディボット GM は目先のチーム状況には今回左右されずに、あくまでプラン通りにチーム作りを進めることを選びましたね。個人的にはその選択は間違っていないと考えていますし、今回我慢した分が来年以降実を結んでくれることを期待しています。来年2021年からはマリナーズは徐々に勝負期に突入します。2018年オフにマリナーズがチームを解体した際に、ディポと GM は2年から3年以内に再びプレーオフを目指せるチームを作ると明言していまして、来年がちょうどその時期に当たるんですね。なので今オフから徐々に戦力補強に動き出すんじゃないのかなと考えています。昨年のオフは FA の目玉選手にほとんど見向きもしなかったマリナーズですが、おそらく今季はそういった選手たちにも興味を示すんじゃないのかなと思っていますし、特にマリナーズ二遊間、それから先発投手、あとはできれば打てる外野手も一人は必要かと思いますので、このあたりの選手たちを狙っていくんじゃないのかなと考えています。二遊間で言いますと、ヤンキースの DJ ラメヒューが今オフ FA となりますし、先発投手で言えば、エース格のピッチャーですと、レッズのトレバー・バウアーもいますよね。あとは外野手ですと、アストロズのマイケル・ブラントリーあたりは、マリナーズの補強ポイントとも合致するんじゃないのかなと考えています。これからのオフシーズン、現在のチームを、どのようにしてプレイオフを狙えるぐらいのチームへと押し上げていくのか、ディポと GM の戦力補強に注目ですね。フロントにとってはここからが長い冬となると思いますけれども、まずは今日でシーズンが終わったということで、シーズン本当にお疲れ様でした。短い60試合のシーズンで、かつ様々な制約がある中で選手たちの成長を見られたのは、一人のファンとして本当に楽しませてもらいましたし、来年以降このチームがどんなチームに変わっていくのか、とても楽しみになるようなシーズンでした。19年連続でプレーオフ進出を逃すという結果にはなってしまいましたが、来年のこの時期にマリナーズの20年ぶりのプレーオフ進出を皆さんと一緒に祝うことができればいいなと考えています。というか本当に頼みます。またマリナーズのシーズンは終わってしまいましたが、これからいよいよプレイオフ、今年は各リーグ8チームずつが駒を進め、おそらく例年とは違うようなプレイオフが見られるんじゃないのかなと考えています。今年は終始異例尽くしのシーズンでしたが、プレイオフでは一波乱二波乱、あるいはそれ以上に予想していなかったことが起きるかもしれませんね。この異例尽くしのシーズンを制してワールドチャンピオンとなるチームはどこになるのか、この後のプレイオフの戦いもぜひ注目して見ていきたいなと考えています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。